国家情報院は、大韓民国の国家安全保障に関わる情報、保安及び犯罪捜査などに関する事務を担当するために、大統領直属で設置された情報機関である。緊急通報用電話番号は111。韓国中央情報部が解消した国家安全企画部が、近代中政権下の1999年に改編された。 国上院と略称される。現在の委員長は、僕佐都志元。国家情報院法第3条にはその職責をなどと規定されている。国家情報院は、危機管理とその監視機能を担当し、南北が対立する状況下での安全保障維持を目的とする。この方には、政治関与禁止条項があるが、安全企画部時代には遵守されず、 国内政治に深く介入して、野党や言論機関に対する工作をしてきた。初代委員長である、李承さんは、このような工作の排除、組職の構造改革、経済、産業、通商、技術分野の情報収集強化などを策定した。委員長のもとに第一次長、第二次長、第三次長で構成される。国家情報院の委員君は、 前身の韓国中央情報部時代から変更を重ねている。国家情報院の職員は1級から9級に分かれる。4級以下は職列名を職名の前に関する。以下の表は国家情報院職員法仕恒例に基づく。なお、対応する軍、警察の階級は他部門からの特別採用時に付与される職級に基づく。 2017年5月の大統領選挙前に、ボック・クネ大統領の弾劾結論発表の数日前に、憲法裁判所に弾劾関連の動向を査察した疑惑があると SBS にスクープとして報道され、国家情報院と憲法裁判所は不可能と否定したが、当時大統領候補だったムンジェインは国家情報院への批判を行い、ムンジェイン陣営と共に民主党は、 国会情報委員会の招集を要求し、文在寅の支持者も国家情報委員を波状的に批判していた。しかし、10月30日に文在寅政権による国情委員改革発展委員会が、この報道の調査結果で、査察を行ったと言えるほどの資料、文献は発見されず、検査担当官が検査関連の報告書を作った事実はなく、実際に、 検査へ出入りした事実はない、査察疑惑が事実と認められるほどの自由は発見されなかったと表明した。朝鮮日報は文大統領とその当選で大統領府に勤めている文在寅陣営関係者の誰も説明責任を果たさずに国上院への生産作業は拡大していることや疑惑を最初に報じた SBS の記者を大統領府行政官としたことを批判した。 韓国情報機関入り口の石踏みに国家保安法違反使名服の書体朝鮮日報オリジナルの2021年6月7日時点におけるアーカイブ https a r c スラッシュアーカイブ .ph スラッシュ iqben2021 年6月7日閲覧無言の検診国家情報院が陰訓を変更反ンギョレ h t t p j a p a n h a n i c o k r r t p o l i t i c s 2 4 3 8 1 h t m l 2 0 2 1年6月7日解釈コラム、韓国国家情報院の5番目のモットー。ハンギョレ。 <ッ> h t t p j a p a n h a n i c o k r r t o p i n i o n 4 0 0 2 3 h t m l 2 0 2 1年6月7日閲覧全国家情報委員長らを在宅基礎公職選挙法違反イコール、韓国連合ニュース2013年6月11日、元情報機関トップ。 懲役4年の実刑確定韓国大統領選介入事件最高裁判決産経新聞 https://www.sanki.com/smp/world/news/180419/war1804190036-s1.html2018 年5月6日閲覧韓国国上院が、ライン傍受。フォクタ、オンライン。 http://facta.co.jp/.article/.201407039.html2018 年3月7日閲覧。北朝鮮米韓が、キム委員長暗殺狙い派遣のグループ的発と発表。ニュースワイブ、オリジナルの2017年5月5日、時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/web/2017-050-02051/http://www3.nhk.or.jp/news/html/2017-0505//k10010971691000.html2017 年11月に 23日閲覧北朝鮮、金正恩氏の暗殺企んだとして、CIA を非難スパイの存在に言及。afp、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ31273212017年5月10日覧。ら西氏狙った米韓テロ計画摘発、北秘密警察。 読売新聞、http www. 読売 COJP ワールド2017506位と 1t504HTML2017 年5月10日閲覧。北朝鮮、韓国情報機関トップの引き渡し要求、西恩氏暗殺計画で、 CNN,https, コロンスラッシュスラッシュ www.cnn.co.jp スラッシュワールドスラッシュ3 5 1 0 1 1 0 5 h t m l 2 0 1 7年5月13日閲覧北朝鮮が米国に正式な謝罪要求、金正恩氏暗殺計画で、米メディア。 レコードチャイナ、http コロンスラッシュスラッシュ www.recordchina.co.jp スラッシュ b177439-s0-c10-html2017 年5月10日閲覧。編集人権発行人、湯浅次郎、選択3月号選択出版株式会社。 2018年3月1日、32ページより、韓国与党、国家情報院のスパイ捜査権をなくす法律を、強行採決朝鮮日報20年12月1日、韓国情報機関と日本の局団体が、不当取引韓国テレビ局が明日報道へ、連合ニュース2021年8月9日、PD 手帳2021年8月10日、 不当な取引国家情報院と被局、全編後編、記者手帳、事実でなかった疑惑報道、誰も説明せず、ありがとうございます。